満州は日本海軍の通報艦。後に解剖艦となる。艦名は現在の中国東北部の名称の満州から取られた。1901年オーストリア帝国領トリエステのスタビリメントテクニコ社で建造された高速客船で旧ロシア帝国喫船マニチューリア。ロシア統制鉄道の所有で大連、チンタを 上海主艦を就航していたが、日露戦争開戦当時、長崎で修理中だった。開戦時に、長崎にいたロシア船舶は解放する予定だったが、そのまま接収され、1904年そのまま訳した、満州丸と命名。運用は、大阪商船に委託され、佐世保と前線間の連絡船として用いられた。その後、満州と改名され1906年に、通報艦として、 日本海軍席に入る。主に中国方面の警備や測量などに従事したが、客船時代の豪華な設備はそのままに残されており、観艦,艦式の部部官や来賓や軍幹部、対戦部官などを登場させる特別任務によく用いられた。第一次世界大戦ではシンガポール方面への輸送任務の他に南洋諸島、沈汰方面の測量任務につき、 関東大震災の際は救助活動や相模湾の最速量を行っている。1925年10月3日、マリアナ海溝で水深9814.6メートルの重り速に成功し、この付近の海底が世界で最も深いことを突き止めた。1932年に除籍され、翌年に標的として撃沈処分された。客中なき限り、日本海軍史、 第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。